今日の特集です。がんと戦いながらも大好きな太鼓を打ち続けた静岡市の女性がいます。仲間と共に最高の演奏を。彼女の生き方がかけがえのない時間を生み出しました。ありがとうね。この日最後のお別れを迎えたのは、仲間からちーちゃんという愛称で呼ばれる富田美恵さんです。50歳でした。美恵さんが愛してやまなかったもの、それは太鼓でした。静岡市で活動している太鼓チーム、和の音ゆいです。もともと太鼓を見ることが好きだった美恵さん、夫と一緒にバチを握ると一気に夢中になりました。もっと上手になりたい、もっとかっこよくなりたい、かっこいい打ち手になりたいとか、目を引くプレイヤーになりたいとか、やっぱそういう意欲がどんどん出てきちゃって。太鼓を始めて3年目の今年、美恵さんに肝臓がんが見つかりました。手術はすでにできない状態でした。ああもう嫌やです、できない、自分に今までできてたことができないので、そこはもう全部修正しないといけないけど、体力がね、どうしてもついていかない部分がある。隣にいるチーが、今、がんと戦っております。美恵さんを元気づけたいと、太鼓のメンバーは演奏のステージを何度も企画しました。新型コロナの蔓延によって夏場のイベントは軒並み中止。その間にがんは確実に進行していました。美恵さんはコロナで面会が制限される入院をやめて自宅療養を選びました。みんなと会ったりしたいし、で、まあ、一応終末期、ね、これを出された時点で医者的にももうそろそろダメだよって話なので、トイレに、トイレ。美恵さんは太鼓のイベントの中止で涙を流すこともありました。やっぱそこまで真剣に彼女が太鼓をやってたからじゃないですかね。それがみんなが分かってることであって、みんなに伝わってるもどかしさ、悔しさっていうのは、彼女はそれを表現してきてたし、そういう部分がみんな分かってるから。太鼓を打ちたい、その気持ちに応えるため、夫の高久さんはじめ太鼓のメンバーは仲間だけの演奏会を開催しました。細い鉢なら持てる？持つだけ持ってみる？ねえ、太鼓横に置いて鳴らしてみればいいじゃん。トントントンって。ねえ、せっかくだもんさ。じゃあ太鼓組もう。ほぼ寝たきりだった美恵さん、およそ3ヶ月ぶりの仲間との演奏です。美恵さんは
夫の高久さんに支えてもらいながら立ち上がりました。おそらく最後の姿なので、それをメンバーみんなでできたってことに対してはもう感謝しかないですよね。やったじゃん、うん、よかったね。よかった、うん、頑張ったね、頑張ったね、やっぱりイベントで叩きたい、イベントで叩きたい。1ヶ月後、美恵さんは自宅で亡くなりました。ちーちゃん、行くよ。メンバーからの最後の贈り物は、いつもより優しい音色の演奏でした。あいつが好きな太鼓をメンバーみんなで打ててよかったです。太鼓で贈ることができたので。好きなことに真剣に向き合う美恵さんの生き方が多くの人の心を動かし続けています。